こんばんは、イキョです。ご視聴いただきありがとうございます。先日、今年最後のですね、買い物のつもりで買ったカバーオールの購入動画を上げましたが、今回ですね、12月に入り、またまたアメカジアイテムを購入してしまいましたので、ご紹介いたします。それでは、行ってみましょう。はい、今回は先日購入したこのですね、ビルトバックのエンジニアブーツ444をご紹介します。これ箱もかっこいいですね。それでは開けてみたいと思います。はい、こちらです。まずは購入経緯についてお話ししたいと思います。私ですね、ブーツは複数所持しておりまして、一応ですねチフェアのショートエンジニアを持っていたので、エンジニアブーツはこの一足でいいかなとずっと思っていたんですね。ショートなので脱ぎ履きがしやすく、柔らかくてですね履きやすいブーツで気に入ってはいたのですが、エイジングの表情などどこかですね物足りなさを感じてたんですよね。1年前にレッドウィングのフラットボックスを購入して履き込んでいたものの、だんだんとエンジニアが気になりだしてですね、やっぱりショートではなくて10インチのエンジニアブーツもかっこいいな、でも高いしなと依然購入には踏み切れずにおりました。途中青山の元に革小物を見に行ったついでに、飾ってあったプレスエンジニア、こちらありましたので試着してみたところですね、私が履いているジーンズの裾幅よりもシャフトが太くてですね、ブーツアウトができなかったんですよね。でそこで一旦エンジニアブーツ熱は収まったんですけれども、その後ですね雑誌や YouTube なのでエンジニアを見る機会が結構あって、やっぱりいいよなってずっとくすぶっていたんですよね。エンジニアブーツは購入には踏み切れなかったものの、やっぱり好きなので調べてしまうじゃないですか。するとどんどん情報が入ってくるし知識もついてくるので、買うなら、ここらのブーツだなと何足か候補ができていたんですね。それでも後々買うかもしれないけど今じゃないなとずっと思ってたわけですよ。私はだいたい月 1,2 回ですねアメカジショップにパトロールに行くんですけれども、やっぱりエンジニアブーツはチェックしてしまうわけですよね。でも履いたら欲しくなってしまうので履かずに見るだけにしておいたんですが、先日時間が空いたのでふととあるショップを覗いてみたところ、とうとう出会ってしまったんですよね。それがこのビルトバックのロット444のエンジニアブーツです。私もビルトバックの知識がそこまである方ではないのですが、このブーツはかなり人気でなかなか入手が難しいようですね。通販でも2024年中に入荷となっており、注文から納期まで結構時間がかかるようでした。実はこのブーツ約半年前に1回出会ってたんですよね。その時はこのブランドのことはほとんど知らなくて、原宿をふらついた時に偶然アトラクションズのお店の前を通りかかり入店したんですね。でお店でエイジングサンプルが飾ってあってめちゃくちゃかっこよかったんですよね。でも値段が10万したので当時は試着もせずに店員さんとお話をしてそのまま帰ったんですね。で今回ふらっと立ち寄ったショップで半年ぶりの再会ですわ。この時はこのブーツが品薄であることは知ってましたんで、在庫があるなんて珍しいなと思ったんですよね。店員さんに値段を確認したところ、以前より 10% くらいアップしていて10万超えになってたんですね。円安も関係してると思うのですが、ヨーロッパなどの原費が高騰している関係で、これ以外も革製品は定価がかなり上がっているとのこと、今後もさらに上がっていくと思いますよって店員さんがおっしゃってたんですね。いずれ買うなら早く買った方が安く買えるし買っちゃえ、いやこのエンジニア別になくても困らないでしょ、高いしやめときなと私の中のですね天使と悪魔がささやき出したんですね。ここは一旦落ち着こうとその日は買わずに帰ったんですけれども、一晩考えてやっぱり買うことを決意。幸運にもマイサイズの在庫が一足あったため、次の日店舗を訪れ購入に至ったわけです。
はい、それではディテールについて見ていきましょう。まずアッパーですね。マテリアルはホースバットと呼ばれる繊維質が強固で堅牢である馬の臀部を使用してますね。一般的に馬の臀部の革となりますとコードバンを思い浮かべると思いますが、これはあくまでも馬の臀部およびその周辺の革厚がしっかりした部位を使用しており、一般的なコードバンとは異なり雨や傷に強く、取り扱いに神経質になる必要は一切ないそうです。それでこのレザーはフルベジタブルタンニンでなめされているため、履きじわがしっかり刻まれその形状を記憶します。これがいいんですよ。また顔料ではなく染料によって着色されているため、面で落ちる茶芯が楽しめるレザーですね。エイジングサンプルを見ましたが、カブトムシのごとく茶色に変化するのがたまらなくかっこいいんですよね。続いてシャフトですね。このシャフトですが、これは人工光学に基づき前傾姿勢となってるんですね。これ分かりますかね。ちょっと斜めになってますよね。で、太さもエンジニアの中ではスマートな部類かと思いますね。私は細身のパンツを履くことが多いので、あまりシャフトが太いエンジニアだとパンツをブーツアウトできないんですね。現在履き込んでいるジーンズの裾幅よりもシャフトの方が太いので、残念ながらこちらにはジーンズを合わせることはできないのですが、チノパンにはバッチリマッチしますので、しばらくはそのコーデを楽しみたいと思います。ちなみにスリムパンツにエンジニアを合わせたい方はサイドジップがあるブーツがおすすめですね。そして全体のフォルムを見てください。ドレスシューズのように美しいフォルムですね。で、つま先ですね。これは履き込むことでトゥーが落ち込み始め、ヴィンテージを醸す雰囲気に変化していきます。私の大好物の茶芯とつま先が潰れるエイジングが楽しめる一足ですね。そして革の厚み、この厚みがすごいんですよね。伝わりますかね。これは最初は地獄の痛みを覚悟しないとですね。さらに細かく見ていきましょう。まずラストですね。これは強い湾曲がタイトなフィッティングを生むスペシャルラストを使用しております。このラストは1940年代から50年代のエンジニアブーツを意識して作られたもののようですね。で、ここかかとの部分ですね。小さく立体的な形状に硬く耐久性が高いヒールカウンターが使用されております。ミッドソールは馴染みの良いオイルベンズで、アウトソールはビブラム社製のセパレートソールですね。で、製法はグッドイヤーウェルト製法なので、ソール交換をすることで長く着用できますね。バックルはニッケルメッキのオリジナル薄型スチールブレスバックルで高級感があるんですね。で、このベルトが特徴で他のメーカーのものと比べ長いんですよね。で、このベルトは履き込んでいくうちにですね、クリンとねじれてくるようで、またね、それもいい雰囲気になるようですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介のビルトバックの444は私の中で過去最高額のブーツで、初見から購入まで半年以上かかりましたが、今では無理して買ってよかったと思います。私の経験から言って、金額が高いことが理由で別のものに妥協したところで、やっぱり欲しくなってですね、後で買い直しちゃったりするんですよね。妥協するとですね、結局高く積むんですね。いずれ買うのであれば今が一番安く買えるし、早く買った方が長く楽しめますからね。このブーツのエイジングについては定期的に動画配信していきたいと思いますので、ご期待ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。